何でも溶かす食器の話。十和田湖の近くの山の奥に竹の湯小屋という古い湯治場がありました。宝暦年間のある夏のことです。この小屋に麓の村から泊まりがけでやってきた男がいました。夕食を終えて後片付けをしようとすると、食台の上に自分で作ったおかずがまだ少し残っていました。捨ててしまうのはもったいないことです。男は明日の朝また食べることにして、小屋の炊事場の隅に置いてあった古びた食器をきれいに洗うと、その中におかずを移して棚の上に置きました。すると間もなく一匹の小さな蛇が炊事場の土間に入ってきました。湯治に来た男は奥の部屋で横になりながら退屈紛れに蛇の動きを見ていました。蛇は鎌口を持ち上げながらしばらく土間のあちこちを這いずり回っていました。そのうちに棚の上に置いたおかずの匂いでも嗅ぎつけたのでしょうか。かやくさを編んだ壁を伝わって棚に登り、おかずの入った食器の中に頭を入れました。おいおい、何をするんじゃ。それはわしの。男は起き上がって蛇を追い払いに行こうとしました。と蛇は突然棚の上から土間へずり落ちていきました。男はニヤッと笑いました。お腹をすかせた蛇が慌てて重心を失って落ちたのかと思ったのです。ところがとんでもありません。土間に落ちてうごめいている蛇にはなんと頭がないのです。男はびっくりして棚の上に置いた食器を覗き込みました。そこでまた男は血の気が引くほど驚いて立ちすくんでしまいました。食器の中には何もありません。あると思った蛇の頭ばかりか、さっき入れたおかずの残りもきれいに消えています。食器の中にはわずかな水がたまっているばかりでした。食器に入れたものはそこに描かれた青い渦巻きに巻き込まれて、みんな溶けて水になってしまったというのでしょうか。湯治に来た男はガタガタ震え出しました。食器の中に描かれた青い渦巻きを見つめていると、自分も吸い込まれていくような気になります。男は気味の悪い古ぼけた食器を頭のない蛇が死んでいる土間へ叩きつけると、一目散に山奥の湯治場から逃げ出したという話です。